撮影。別れの朝、二人は。別れの朝、パンツを。お前が歌った。最近、ダメか。こっち、うん、自分が歌ってる歌の中で、ナンバーワン決めるとしたら。俺が歌ってる。これがだから俺が作った歌の中で一番傑作かな。俺のピーッと。ねえ、ママ。かねがこれ神経だったら膨らませないとね、金玉ついてほぼみんな勝ってでも俺ね、高橋真理子さんってね、あの本当になんかあの、うん、もう60過ぎてるよね。あ、過ぎてる、うん、でもまだね、あえて素晴らしいよね、うん、素敵だよね。一回ね、あの本当に見に行きたいなと思ってる。聞きにゆっくり。なかなかチケット取れないですよ。取れないの、うん、金があっても俺15万だよさっき金ないって言ってたんだから。15万あるから無理。付き始めたって大丈夫だよ。付き始めたって俺2万でも3万でも買っちゃうよ。月末だね。月末だね。月末だね。変わるじゃん。月末は誰かに座らなきゃいけないか。突然の振りで申し訳ないけど。何、はい、何が欲しい。何ですの。別れの朝ちょっとアカペラで歌って。別れの朝、二人は冷めた紅茶飲み干し冷める前に飲めよ。さよならの口づけしちゃったの。何しながら笑いながら笑いながら交わした。別れの朝パンツを。お前が歌うとお前が歌うと汚い。よし行くぞは自分の歌だけ歌え。俺自分の歌もあんま好きじゃねえもん。いい歌いっぱいあるじゃん。なんや、あんまりいい歌最近作ってないな。一番最近どうした。え、最近ダメか。最近ダメか。何こっち、うん、行くとこないもん。なるほどね。そんな話はいいからさ。それだな原因。自分が歌ってる歌の中で、うん、ナンバーワン決めるとしたら何。ナンバーワン、うん、難しいかもしんない。あ、ナンバーワンね、うん、無理やり決めてよ。うん、分かった。ススキノの P かな。こんな歌あったっけ。ススキノの P、 どうぞお聴きください。そんなのもある。うん、あのね、この歌内容だけちょっと教えて。今流れるんでしょ。今流れてると思うけど、この歌はね、今聴いていただいた歌はね、あのスポーツクラブでね、一緒に飲み屋のママさんと一緒になった話。おいいね。すすきの、すすきの、うん、それでそれをうまい具合にピーで言ってるわけ。ママ俺のピーどうぞ。それがピーか。すすきののピー。でもちゃんとした歌なのね、うんうんうん、俺のこの腕の太さどうとか、俺の筋肉どうって言ってるんだけど、うん、俺のピーどう。そういう話のすすきのね。あ、これがなんか俺的に一番面白いかなと思ってるんだけど。ただ俺それは最近の歌作った歌ね。最近もう随分前の歌だから。僕が作ってあげた歌、北見熊之助って言うんだよ、うん、北見熊、北見、北海道にいるね、熊之助、熊之助、北見熊之助が歌ってるあのすすきののピッこれがね、結構売れたね。そう、これ、これがだから俺が作った歌の中で一番傑作かな。P 入れることでね、何なのって言うんだよ。そうだな。でもちゃんとした歌はまだ出して、ちゃんとした歌あるんだよ、うん、その P の中身を聞きたいよ。そういうことだよ。その仕様な、うん、どうだけど、あえて P って言う。そう、あえて P と、うん、とね、なんかもう、ものもとしいね、歌なんだよ、うんうん、なるほど、うん、聞く。いや、もう流れた。流れたんでしょ。いや、あの、聞かせてあげれば。すすきののピ、北見小之助。うん、うん、で、ね、出そうになったら言って、うん、それでね、これがまたね、俺ほんと作った歌でね、面白い歌なんだ。また俺似てんだよ、その北見熊之助さん。へぇ、うん、珍しくない？予算に似てる。そうそう、だから俺じゃねえかって言われてんだけど、うん、北見熊之助だよって言ったんだけどさ。へぇ、うん、いいね、このやつね。鳥羽にもらったんだ、鳥羽に。LL だったら着れるんだけどな。そう、兄弟でかいからさ。そう、でかいもんね。身長何？179ぐらい。だからこれ誰からもらったんだよ。あのね、あのやめなさい。やめなさいっつの。それ知ってんの？お、来た。本当にあるんだ。
ここに。あ、岡田さんいたんだね。北見熊之助だろ。あら壊れそう、あら壊されそう。今夜すすきので、お前に今夜はなまら壊れそう。あん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 、帰りたいような帰れないような、なまらそんな夜。雪が降りそうで、おろ降らなそうで。やめろ網目のタイツは、やめろずらずら見えるのそれなに。あら壊れそう、あら壊されそう。今夜すすきので、おろしに抜くどうつんげすかね。ねえママ、金が立ってりするべよ。いいよ。あとはとにかく俺のうっといのとの硬いのだけが自慢だから、あんたのちょっと見せろ。いいからちょっと見せろって。ほらここここここが、ほらテレビどうだ、痛いべ。こうすると、あら崩れそう、あら崩さる。こんな感じだよね。さあ、こう自分でこう歌いながら、うん、どんな感じなんですかね。笑っちゃった。笑っちゃった。そうやね。遊び心？もちろん。そりゃそうですよ。遊び心よ。遊び心。遊び心ちゃんとして。これ真剣だったら危ないよ。あのほら硬いだろって言ったろ。太いだろ。腕太いだろって言ったら、そこにピー入れただけだから。うん、どうだ俺のピーってね、いいだろって。俺の筋肉すげえだろってことだから。うん、それってさ。朝起きるじゃん、うん、今日はそういう歌作ってみようと思う。いやそうじゃない、夜中むっくり起き出すの。夜中むっくり起き出して、もう嫁が寝てようが何しようが、おうおあのマンションにもスタジオあるんで、そこで打ち込みでやっちゃうんだよ。お、うん、朝になっちゃうんだよ。思った時がしたい時。そうそうそう、と変わってんだよ。変わってない。だからそれが才能なんだろうと思うよ。あーって思って起き出すんだよね。あのね、だからこうテレビ見てても、あの例えばいい詩とか、うん、一行とかパッと出たら、うん、忘れのうちに書いておこうって、うん、最近書くんだけど、うん、それで一曲できる、うんうん、すごいな。やっぱりそれが才能なんだよ。分かんねえんだ俺。膨らますことできないもん。膨らませないとね、金玉と一緒。嘘やねん、お前の金玉小さいんだからさ、うん、偉そうに言うな。申し訳ないけど、俺の金玉大きくなったらダチョウやったから。だからこういう会話についていけるのは香織ちゃんしかいないってこと。もうほぼみんなカットだけ。とにかくね、何かメモすることね。だから今必ずね、忘れちゃう。携帯のメモ機能使えばいいじゃん。え？携帯使えねえんだよ。ねえ。あんた分かってるよ。あんたからメール入ってるのに携帯見てねえんだから俺。そんなやつだもん。ショートメールしかできねえんだから。でもショートメールもメールも一緒じゃん。でも電話もいじったり、電話でこれ書いておくとかっていうのできないね俺。やっぱりちゃんとペンで書かなきゃいけない、うん、だからでペンで書いたらなくさない。あ、手帳で書く。手帳で書く。手帳持って歩いてる。そう、手帳持ってる。だから手帳に最近あのペン入れて、うんうん、あの自分で一人でグリーン車乗っても気がついた言葉はそこで書くんですって。書く、うん、あのそれやっぱ書いてる時にメールで浮かんでくるんだよね、うん、それ忘れるのが残念だよね、うん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 。それこそね、ボイス残しときゃいいのに。いやいや、それも買った。あ、買った。だから、あ、こういう IC レコーダーね。ちっちゃな声で。テリロリラリラリ、ラリラリラリラララ。もう一回。ララリロリロリロ、リラ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 。それを。それでいいんだな。ラリラリロリロリロ。帰ったら、東京帰ったら、それをこうやって人をはめ込んで。俺絶対そう思う、やっぱり。いっぱい曲書いてるし、詩書いてるから、うん、よっしゃって思った曲は絶対何かメモリーしとかない、ね、メモしとかないとダメ。そうそうそう、最近忘れちゃう。俺の兄弟もさ、一回寝ると全部忘れちゃうから。いや本当に、うん、ちょっと新幹線で5分寝たら忘れちゃうからね、うん、あれ？そうそう、あれどこに行くんだっけ、どこに行くんだっけって思っちゃうからね。それはダメだよ。大阪の気持ち、あれどこに売ってんのって話。あ、大阪かみたいな。何のために大阪行くんだっけ。本当よ。
もがこの世に曲がりしていつかは帰ってゆくという一生一度のこの命なんで粗末にできるかよ濁り俺はなりたい水蓮の花